はい、皆さんおはようございます。バッパー翔太でございます。今日はですね、久々のハイキングでございます。いつぶりですか、ハイキング？たまに1年ぐらい全然行ってない。3人さんばっかりでね。で、旅始まったら絶対ハイキングしたいと思ってたんで、今日はですね、青森県一高い山の頂上でキャンプディナーパーティーをねしたいなと思っております。これみんなアホや思うとうで、たかが1泊2日のハイキングでこんだけ重たい、これ多分20キロぐらいあります。やばい、大丈夫でしょ。じゃあこの中にはルースさんの大好きな食べ物がめちゃくちゃいっぱい入ってます。やばい、多分めっちゃ時間かかるハイキング。重たいカバンから、重たいカバンプラスルースとショート最近全然エクササイズしてないんで、登山ね、まあ久々行きますか。はい、ということですね、ここがですね、エントランスでございます。これ何回読んでもちょっと読めないんですけど、八甲田山っていうところなんですけど、まあ、頂上が 1530m ぐらいらしくて、で、ここがもう 940m なんで、まあ、600m ぐらい登る感じです。まあ、一番初めのプラクティスとしてはもういい感じです。どうですか？簡単です。ということで、行きますか。OK。ちょっと青森県、ヘビありますか？ヘビいないです、大丈夫です。まあ、クマはおるかもしれんけど。あ、今日クマスプレー忘れた。大丈夫？大丈夫です。クマ、いますか？月の輪もちっちゃいから大丈夫。Yeah, here, Ruth. The mushrooms. Do you think we can eat this one? わあ、多分、マッシュルーム危ない。皆さん、このマッシュルームは食べれるのですか？今日の夜ご飯に使ってもいいですか？ダメですか？Looks like a face, you know? Look eyes. Making an egg inside. やばい。スーパー taking a shit. Taking a poo, yeah. ということで、ルースさん見えました？朝子が多分トップだと思います。はい、ということで、ハイキング始めてから1時間半、頂上が見えてきました。でも今回は、その近くにマウンテンハットがあるみたいな感じで聞いたんですけど、okay. まあちょっとまだ見当たらないんですけど、あそこです。あっこから明日の朝日。朝日。はい、久々の朝日ね。ベルもあります。誰が入ってるかどうか。やばい、こうふにゃふにゃやから、ルサ気をつけて下。見て。結構床はふにゃふにゃやから、気をつけて。こっちがトイレで、こっちが入る。結構でかい。ということで、今からツアーをしたいなと思います。まずここです。これは多分ウィンターの雪の時やと思う。雪の時はこっからエンターするとも分からんけど。あ、そうですか。分からんけど、多分大雪降った時のため の, あのはしごだと思います。外にもあります。で、ここはトイレットです。はい、トイレットは皆さん見てください。こんな感じです。ちょっと臭い、ごっついええ匂いですね。はい、大好きな匂いです。ルースさん、これで夜ご飯食べれます。やばいね。はい、で、中はこんな感じです。今持ち上がってるんですけど、まあスリッパもついてまして、めちゃくちゃいいです。3段ベッドです。1、2、3。これ下手したら何人寝る、10人余裕で寝れますよね。うん、はい。で、まあ一応ブランケットとかもあります。はい、ブランケット、はい。で、こっち側にも、こんな感じで3段ベッドがついてます。1、2、3と。で、いっぱいハンガーとか干すものがあって、で、ここはですね、ガソリンなんですけど、まあでも、こう、灯油使ったらあかんって書いてあるから、自分で持ってきてくださいみたいな。もし使いたかったら。で、あそこにストーブがあるんで、冬の時とかは、ここストーブ炊いて、温かいみたいな感じです。で、親切に割り箸とかもあるし、
フライパンとかポットとかもあるし、ろうそくも、今日もちょっとろうそくできる、うん、ろうそくも使っていいんかな。あ、ろうそくないわ、もうエンプティ。もういいえ、はい、持ってきたらよかったな。次誰か皆さん来た時は持ってきてあげてください。はい、リストブック、もうみんな来た人の名前書いてあるんですよ。2016年、綺麗な小屋で感激しました、初めての青森ありがとう、やってみんなこうやって書いてある。ショートとルースもここに何か書きますか。一泊します、初の一人山小屋泊まりです。この人9月に来て一人やったらしい。あの、It's not so many people, very often. Not often, yeah. Maybe once every two nights, someone stays. Well, tonight, 2022年9月14日、そうやね。今日は僕ら2人だけかもしれない、今のところ。大変なミスしてしまいました。何？カメラのバッテリー忘れるのだ。やばい。ああ。このバッテリー多分今 9% あります。あー、この 9% の終わり。あ、no。明日の朝日撮りに来たのにバッテリー。どうする？多分ドローンやめます。ドローン、sorry、すみません、フィルミングやめます。そう、今2時やから、上がるまで何分かかった？多分1時間半でもたくさん。カバンなしで多分走ったら多分1時間ぐらいできるかもしれん。そうですか。1時間で降りて、1時間で帰ってくる、2時間で4時みたいな。行きたい？いや、そうじゃないともうビデオ撮られへん。それからもうパックアップルースと一緒に帰るか。We just enjoy with it, filming.朝のビューを視聴者にロシアを見せたいんで、アイゴー、行きます。え、マジで？マジで行きます。 OK、 大丈夫？一人？そルスさん、多分ここでステイ。 Yeah, I'm gonna stay. リラックス。 Focus not haunted. え？ Ghost? ゴースト絶対終わらない。 No, ghost. OK、 ゆっくりブックで読んでください。ブック持ってきてないけど。おっしゃー、着いた。もうほんま長かった。やばい。現在の時間は4時、あ、3時45分。で、忘れてたのは、このバッテリーちゃん2つです。これで皆さん、明日の朝日見せることができます。はい。はい。めちゃくちゃ暑いわ。今もう夜ご飯食べよう、もう、はよ。オーケー。はい、ということで今日の献立です。野菜鍋をセットにラーメンに。最近ハマってる、ホタテの味の、だしです。で、ご飯もあるので雑炊も待っております。ということでいただけますか。ストーブ忘れたんで、このスノーピークのストーブを持ってきました。こう重たいです。 OK、 シェフショータン、アクションタイム。めっちゃ簡単です。このキューブ入れるだけです。I'm looking forward to this boy over here. 日本酒、日本酒もいただきましょう。赤、このマウンテンハットでお鍋さんができるとは。うわぁ、お手前のお手前に似ておりまーす。 You wanna put the ramen? あ、sorry. そう、たぶん初め、野菜だけ。何？なんかスターターみたいな。ラーメンでしょ。ラーメンのメインコース。それから米、デザート。どうも。あっ、もう。You started already. Very hungry after that hiking, no? そうだね。You're not allowed to drink soup there.No, soup. Soup police. Soup police. Soup police. So, soup. 警察署。多分警察署場所の中住んでます。結構寒いな。うん。思ってたより。初めて今年私の帽子。あんまり。冬帽子。天気予報では11度ぐらいまで。一番寒くても11度ぐらいなんですけど、結構寒い。今日星見えるかな。今のところめっちゃ曇ってます。めっちゃ曇ってます。明日の朝もしかしたらサンセット見れへんかもしれん。サンライズか。どうする？わからない。もうフィンガークロース。ちょっと多分泣く。え？泣きます。泣きます。でも前のソボさん覚えてる？ソボさん行った時もこんな感じだった。マウンテンハットの時は。でも朝になったら雲海やったんで、もしかしたら雲海パターンもあるかもしれない。ラーメン。
か思われとんで。だって日本酒、なんじゃすぎる。Yes! いい感じですよ、これ。美味しそう、ラーメンボーイ。ちょっとラーメン欲しくないですね。なんでそんな甘酒ラーメン、ラーメン、ラーメン。ラーメンパラダイス。はい。やっぱ日本酒、これ小さいの足りひんな。これから750円な、大きい、大きいボトル。次回。すぐなくなってまう。一人一つボトル。あ、一人一本。絶対いるわ。ワンボトル1。うん。だいぶ膨れるようになってん。うん、なんか膨れる。You can できるようになってん、だいぶ。うん。そう、今からですけど、もう5時半なんですけど、もう寝ます。っていうことで、多分ここ出る？ここで。はい、しやすい。2回落ちるからな、ヌースさん、寝相悪いから、ゴロゴロ、ゴテーン乗ってまう、怖いな。今、年寄りになりました。そう、OK、そう、ここで寝るんで、今からちょっと準備していきたいなと思います。めっちゃ臭いで明日の朝ホタテ、ホタテ臭やばいと思うで、まあ、今日は奇跡的にガーリックがないからな。大丈夫。はい、どうガーリック。はい、ということで皆さんもめちゃめちゃ暗いんで、6時20分なんですけど寝ます。おはようございます。皆さん、3時でございます。今からなんですけどね、頂上を目指していくんですけど、1時間20分か1時間30分ぐらいかかるんで、3時の出発です。寝れた？めっちゃ、よく寝れました。ほんまにショート全然寝られへんかった。1時間に1回ずっと起きとった。なんで？わからん。マットレスがあんまり気持ちよくない。寝返り打ったらめちゃめちゃうるさいし、しかも、ショートピローがね、あかんわ。ピローもうちょっと高くないと。かわいそう。まあ、しゃあないです。ショーツの眠たい感、かわいそう。めっちゃ眠たいです。まあ、登りますか。寒いな、ちょっと。バイバイ、ハッピー、ありがとうございます。ハッピー、ありがとう、気持ちよかった。We are in the crowd. Yeah. Come on, see. In the crowd. Getting steep. Hi. Quite steep. Nice breeze. ファイヤーも大丈夫そう。どうも大丈夫そう。非常に残念なお知らせです。ハイキング中にルースのバッグからカップを落ちてしまいまして、カップ失いました。帰り道また探さないといけないんですけど、
ということで、リスが持っているお茶碗でコーヒー飲まないといけないです。コーヒーぼっコーヒー美味しい。ということで、ここがですね、サニーさん今回のチェンジです。登山の後にシャワーが浴びれる。これは嬉しいですよ。どうですか？はい。サニーボーイ。これが最高。痛いですね。うわ。超カンフィー。はい。靴。ああ、気持ちいい。わあ、多分。全然違う。ハイキングの後最高です。ということでシャワータイムでございます。ルーさん、シャワーさっき痛い？どうぞ。はいはい、okay. Okay.